はい、皆さんこんにちは。インスパイアハイの杉浦です。前編に続きまして、インスパイアハイラジオ、第6回のゲストに、立命館宇治中学高等学校の坂井純平先生にお越しいただいております。坂井先生、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。前半バッチリ立命館宇治、それからまあそういう日本全国の今の探究の状況なんかもいろいろとお伺いしまして、ありがとうございました。はい、でこれから後半ちょっと切り替えて、坂井先生ご自身のお話もちょっとたっぷりお伺いしていきたいなって思うんですけど、坂井先生のこれまでのこうご経歴っていうところで言うと、どういう形で今のその立命館宇治の先生やってらっしゃるんでしょうか？あ、はいはい、自分はですね、大学ちょっと公立で育ったんですよ。実は公立で小中高大まで育ちまして、でまあ、はい、いろいろ就活もしたんですけど、やっぱ教員になろうと決めたときに、ちょっと採用難の時代やったんですよ。あ、なるほど。そうです、教育で一人とか、そんな時代でして、数学だったら。そうそう、高校数学一人とか、はい。何ですか、範囲は。何で？京都風で。京都府で？はい。大変なことですね、それ。そんなことあるんですね。あったんですよ。で、まあ、本当に、あの時って、まあ、教員になるんだったら、公立私立関係なく、まあ、採用があれば受けるみたいなところが正直あって、はい、で立命館当然京都にいたから知ってましたので、はい、記念受験だと思って出したら拾っていただいたんですよ。で今に至ってるっていう感じです。すごい。ちなみにご出身も京都府なんですか？京都なんです、はい。ちなみに公立は大阪出してました。大阪出してたっていうのは、あ、大阪なんかね、家出たかったんですよ。で、はい、で京都府でお世話になったんですけど、まあ、ちょっと当時のプライベートな事情とかもあって大阪の公立高校に願書だけ出してたんですよ、はい。でも立命の健康診断と大阪のその試験が重なって、はい、なんか健康診断って落ちる気しなかったんですよ。その頭はあかんかっても健康はいけるかなと思ったんで。もう健康診断って何ですか？あ、その最後のなんか一応選考が全部終わって最後健康診断が丸だったら採用みたいな。それ今もあるんですか、そういうのって？多分あるんじゃないですかね。ないかな。すごいな。なるほど。あ、じゃあもうそれだけパスすれば合格っていうところまで来てたから、はい、大阪県で、もうはい、で、なるほど。でも立命館だっていう。あ、そうです、そうです。お世話になりました、なるほど。それ教員になりたいかもって思われたのはどれぐらいのタイミングだったんですか？なんかね、いや多分なんですけど、あれ高校の時にそう思ってたと思うんですよ。あ、早いですね。そう思って大学行ったんですけど、でもなんか大学では絶対教師やらんとこと思ったんですよね。あ、大学の先生にはならないってことですか？そう、高校でなんか教員になろうと多分思ってて、はい、で大学入って、はい、いや、やっぱ教員なんてやめようってずっと思っててって感じです。なんでそれで、まあまあその就活もしようかなっていうのもあります。あ、そうなの。いや、なんかそのなんだろう、結局自分自身が、まあ、公立でずっと育ってきたんですけど、はい、なんか受験勉強やりましたけど、もちろん、なんかあんま正直意味がないなって思ってたわけなんですよ、どっかで。意味がないというのは、なんか何のためやってんやろ、こんな受験終わったら全部忘れるしみたいな感じで思いながら、はい、まあでも行くためにはしなあかんし、まあ、センター試験、はい、当時センター試験も取らんかったらいけへんしと思って、まあ、いやいややってきたんですよね。だから多分そこですごい学校教育に疑問は持ってたんだろうなって思うんですよ。ああ、なるほど。で、大学行きました。はい。で、まあ、実は教育大に行ったので、周り教員希望の子も多かったんですけど。教育大学？そうなんですよ。で、でもなんか、教育に多分興味があったんですよね、自分は。なんかすごい、こう、なんだろう。なんか教育に興味はあったんですけど、なんか自分自身がなんかそんな仕事で一生食っていくなんかどうなんかなと思って、で一旦学部で教育学部の数学科で好きだった数学をやったんですけど、
なんかもっと教育だけ勉強してから決めようと思って、大学院は教育、社会学勉強してたんです。あ、大学院まで行かれて、じゃあ。そうなんです。はい。あの、で、その時、最後までどうしようかなと思ってて、まあでも、その、数学って講師は、教諭は無理でも講師はまああるから、食ってはいけるなと思ったんで、とりあえずその、就活してみようと思って、なんか、就活しました。あ、そうなんですね。めっちゃ面白かったです。はい。なるほど。それはどういうのをこう目指されてたんですか、業種とか。ね、サービス業とか、はい、あと塾とかが多かったです。やっぱり塾とかなんですね。うん。その、なんか、教育、あ、それこそ大学院の研究テーマみたいなのはどんなものだったんですか？あ、なんかね、もう本当恥ずかしいんですけど、若者の大人感って言って、はい、ヒット曲をなんかあの歌詞を分析して、ほう、で若者が大人をどんな風に歌ってるかみたいなのを、ここ戦後からちょっと分析していったみたいな。え、めっちゃくちゃそれ面白そうですね。読みたい。そうなんです。え、それなんか結構時代は繰り返す感あるのかなってこう思ってて、そのまあ例えば情報環境として SNS ができたとかそういう変化はあるけど、うんうん、そんなになんか根本的に変わるもんでもないかなと思ってたんですけど、結構違うんですか、時代ごとに。やっぱこう高度経済成長期とかその前とかはね、やっぱこうなんかなんだろう、なんか、憧れとか、はい、もう大人に歌われてて、へぇ。でもだんだんね、友達とかになってきてね、みたいな感じですね。で、一時期こう、反抗の対象みたいなのが含まれたりとかもして。確かに、あの、まあ、もう聞いてくださる方は分かんないかもしれないですけど、尾崎豊とか、もう、反抗してなもみたいな感じですよね。なんか、この前ツイッター見てなんか盗んだバイクで走り出すみたいな、そもそもバイク盗むのやばいからみたいなツッコミしてる人がいて、そこ全く気づかなかったわと随分時代が変わったなみたいないや本当、いやなるほど、それめちゃくちゃ面白いテーマですね。そうでした。そう、でもなんかそれがなんかそのキャリア教育にこう軸足を今持たれていらっしゃるところともなんかつながってくるところってあるんですか、そういった研究テーマとか。もう純粋に教育に多分だから興味はあったんですよ。でなんかこう、あ、そうそう、言われて思い出した、なんか修論をちょっと前読み返してた時があって、はい、そこ結構びっくりしたんですけど、なんか最後になんかね、学校と社会をつなぎたいってなんか書いてたんですよ。あの、すごい、何も分かってなかった自分が。そうそう、すごい、だから多分結果的に、そう、結果的につながってるんだろうなと思って。なるほど、すごい感謝してます、大学院には。はい、うん、なるほどな。その学校と社会をつなぎたいっていうのがその高校の頃にあったそのなんかいわゆる受験のなんだろうなこれみたいなのとをもっとその役立つものに変えていきたいとかっていうような、その要は受験の裏返しとしてそういうモチベーションがやっぱ原体験としてあったっていうのが大きいんですかね。なんか多分そうだと思います。なるほど。いやー、すごいな。ちなみにその、あれなんですか、酒井先生はこう、もう受験をもうガリガリ、いわゆる勉強をガリガリ、あの、バッチリやってこられた方なんですか？あ、でも、なんだろう、バッチリっていうほどでも、うち、あの、言うたら普通の公立高校で育ってますので、のんびりした環境だったんですよ。なので、あの、はい、まあ、その、なんだろう、受かるための勉強はちゃんとしましたけどって感じで。として。はい。いやー、それ一番賢いパターンですね。なるほど。ありがとうございます。いやー、なんかそれであの、数学の先生でいらっしゃるじゃないですか。はい、はい。まあ、たまにいらっしゃる気もするんですけど、なんかやっぱりこう、うん、探究を持たれる先生方って、例えば一番わかりやすいところで言うと、やっぱり社会科の先生であるとか、なんかそういう先生方も多いんですけど、なんか数学の先生がそれをやってらっしゃるっていうのも、すごく新鮮な感じがしたんですが、なんかこう、坂井先生の中でのこう数学を教えていくっていうことと、そのキャリアとか探究の学びをこう提供していくことっていうのは、うん、何か共通点はあったりするんですか？そうですよね。
なんかその僕から意識してたとか全然ないんですけど、なんか数学ってめっちゃ探究なんですよ。なんだろう、これすごく伝わりにくいんですけど、その数学ってほらなんか問題があって答えを出して終わりみたいな、はい、なんか思いません？なんかよくそう言われるんですけど、答えがあるものだっていう感じがありますね。はい、でもそのなんだろう、例えば公式とか使って答え出すと思うんですけど、はい、そこで言う公式って誰かが見つけてるんですよ。ああ、多分その人はめっちゃ探求してるんですよ。なるほど、探求のせいに見つけたその公式セオリーみたいな。それをこうさもなんか勝手に使ってるだけなんですよね。なるほどな。あそこにはじゃあものすごい探求の結晶があったっていう。そうです。もうそれは多分一生かけて一生棒に振った人はいっぱい、当然棒に振ったっていう別に定理が発見できなかったって意味ですけど、いっぱいいます。あ、なるほど、そっか、定理がそれで発見できなければまあ名も残らないし使われるものもないしっていうことになるわけですもんね、数ある。そうね、確かに。なるほど。結構じゃあその数学はあのまあ教育大にいらっしゃる中でも結構その高井先生も突き詰めてやってこられたんですか？いやでもね、大学数学ほんま難しかったんですよ。なんだろう、高校数学って数字当てはめただけやなってすごく分かったんですけど、幸い賢い友達が横にいましたので、はい。いや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 、そうなんだ。いや、でも数学の、そっか、その奥深さ、探究感っていうのは、確かにな、公式使ってるだけだともうなんか、もう道具あるし、みたいな感じの気がしますからね。それ、生徒さんに日々のその数学の授業の中で、そのある種の数学の探究感というか、うんうん、そこをこう伝えていくのって結構難しくはないですか？なんかあるんですか？コツというか。なんかコツっていうか、なんだろう、結局その教える側が教科をどう見てるかってすごい大きい気がするんですけど、はい、例えばその問題解ければいいと思ってれば、うん、多分公式とかやり方を教えますよね。はい、でそれで生徒がその通りやってまあ終わるんですけど、はい、でもあんま数学の先生そう思ってる人少ないんですよ。なんか例えばなんだろう、何でもいいや、じゃあまあ二次方程式とか簡単なことを考えたとしても、はい、因数分解したら解ける二次方程式まずやるんですよ。はい、それでは解けないタイプが出てくるんですよ。はい、これどうやったら解いたらいいと思って聞くだけでも、それ結局解の公式があれば解けちゃうんですけど、なんかそのワンクッションあるだけでも結構変わるんじゃないかなと思ってて。確かに。そっか、だから次この公式あるよって言ってそれでこう教えるっていうよりはこれどうするって言ってまず考えてもらうみたいな。はいはい。あ、確かに。いや、そうですよね。なんかその解けない問題に向かう姿ってそういう意味で言うとすごいなんかあれですよね、現実社会のその課題解決みたいなものと結構なんか脳内で起きているそのなんというかなマインドセットみたいなものはなんか近いものがありそうですね、うん、なんか今お話いただいて思ったんですけど、なんかいや多分自分は結構その数学の教師なんでそう思ってて、結局手持ちの道具を使ってどう解決するかなんですよ、うん、なんか解きたい何かがあって、はい、もしかしたら杉浦さんもなんかこう手持ちの今あるこうリソースがあってでもこう、はい、作りたいビジネスみたいなこうなんかがあってこうそれをどうするかみたいな考えられる時ってあるんじゃないかなって思って、はい、それって数学でやってることと実は一緒っちゃ一緒みたいな。確かに、なんかそんな視点で数学と向き合ったこと僕はなかったです公式教えてくんねえかな誰かいや確かにな。でもそのレベル、その視点に、まあでもそれって本当に足し算から、うん、全然そういう風な話できるような気もするんですけど、うん、なんかその視点で数学を教えてくれる先生って素敵ですね。羨ましいな。いやいや、そんな、でもあれですよ、毎回うまくいくわけでもなく。あ、まあでも確かにそれをこう受容する側も
あの、それを言われて、そのこうスイッチが駆動するのとしないのと、もちろんありますよね、パターンは。そうですね。なるほど。まあ、授業は探究ですね、まさに。良い授業は。そうですね。いやー、なるほど。あ、でもそう考えると、え、今、だから先生になられて、立命館入られて、冒頭におっしゃってましたけど、どういうあれだったんでしたっけ？まず立命館中高ですか？あ、そうです。まず立命館中高です。9年いました。9年。すごい。で、そっから宇治。そうなんです。はい。あれ、宇治の立ち上げ時になるんですか、それって。ね、宇治のね、キャリア教育部ができた時です、ちょうど。はい。あ、なるほど。で、その手前もキャリア教育をやってらしたんですか？いえ、全然。ただの担任です。担任で数学を教えてらして。あ、そうです。それはご自身で志願なさったんですか、そのキャリア教育？いや、そんな、するわけない。するわけない。いや、なんかその宇治に移動したら担任させてもらえるっていう風に聞いたんですよ。あ、はい。一応全人こう9年いて中1から高3まで一通り担任したので、残ってたらもしかしたらこうなどっかの副部長みたいな可能性もあって、ちょうど嫌やなと思った時、宇治だったら担任がみたいなのやって、ひょこって行ったら違ったみたいな感じです。それ言ったら担任できなかったってことなんですか？いや、まあこれ本当に今だし言えるんですけど、最初はなんか中高どっちも担任できるやつが欲しいって当時の校長言ってくれたんですよ。はい。じゃあ行きます、2年か3年ですよねって言って、はいって言って行くってなったんですよ。じゃあなんか急にキャリア教育部を作るんだけどなとか言い出して、で断ったんですよ。いや、ないないないとか言って、その当時32、3歳なので、いやもうないですみたいな。じゃあなんか宇治にちょっと生徒見に来おへんかって話になって行ったら、校長室の鍵閉められて、明日これファックスしなあかんからもう受けてくれみたいな感じで、今に至るみたいな。すごいな、その流れに。そうです、そうです。それじゃあもう、キャリア部長みたいな話から始まっていって、でもそれこそ、その、あれですよね、院の時の論文でその学校と社会つなげるみたいなとこいったらもうドンピシャになってくるわけじゃないですか。あ、結果的にはそうでした。はい。でもなんかその時はもうなんか担任部長って担任できないんで、ちょっと勘弁してみたいな、しかも移動していきなりみたいな、なんかめっちゃ嫌なやつやん俺みたいな、新しい部署のみたいな。新しい、それこそ転職してちょっと上のポジションに行ってるみたいな。嫌なやつ、33歳とかで。なるほど。いや、それはもうご経歴ですね。いや、すごいな。なるほど。で、それ、キャリア部長をやられて、どうだったんですか？結果的に、あ、これは面白いなっていうことになっていく。あ、はい、面白かったです。すごい。はい。ああ。それ、キャリア部長っていうのは何をするのですか？あ、いわゆる進路部なんですよ。進路指導部。はい、進路指導部、はい。なんですけど、まあ、当時の宇治の場合っていうと、本当に、大学とつないだりするプログラムを作ったりとか、うん、そんなのが仕事でした。なるほど、なるほど。そこが、結構やりがいもあり、そこで何年くらいキャリア部から？これね、5年やりましたね。あ、そうなんですね。はい、5年やりました。かなりやられて、それで探究やられる。で、5年頑張ってやって、なんかキャリアの授業を作るみたいな話になって、ようやく担任に戻れて、で4年かな、3、4、5、6、4年担任して、そこから探究のカリキュラムですな感じです。なるほど。じゃあそこにキャリアと探究が結構地続きで、酒井先生の中でも、はい、自分の中では。あ、そうです、そうです。それはすごい、なんかいいですね。その冒頭、探究がキャリアであるっていうのは、すごいそういう意味もあってってことなんですかね。なるほど。実はその前回そのお話してた時に、やっぱその担任やりたいっておっしゃってたじゃないですか。はいはい。なんかやっぱりそういうものなんですか、先生になったからにはっていう。な、あ、でもその何でしょう、企業で言うとそれこそマネジメントとか、その、うんうん、こう上のポストになっていくと、要は自分がプレイヤーには なれないみたいなところってどうしても出てきちゃうと思うんですけど、うん、なんかやっぱり担任でありたいっていうのってのあるんですか？多くの先生がそうなんだろうなとはすごく思います。あ、全然違うものなんですか、やっぱりその距離感が。まあ
結局その自分の仕事の仕方次第と言いながら、やっぱ担任すると毎朝その教室には基本行きますしとか、やっぱこう密度としては違いますよね。ああ、なるほど。それによってこうな、やっぱりその生徒の一人一人の顔つきとか変化とかそういうものを見ていく。そうですね。担任の方がやっぱ、あとなんか学校にいる感がある。ああ、なるほど。それ、まあでもほとんどの先生がやっぱりそうなんですかね。先生という仕事を選んでいる以上は。そう、多分ね。それ今ちなみに酒井先生は担任は持たれてるんですか。今はそのまたキャリア教育部長してるので担任は持ってないです。現状どうお考えですか。ね、とりあえず今は与えられたこと粛々とやってます。すいません、答えづらい質問して。いやー、でもなんかその学校にお伺いした時に酒井先生に学校案内いただいてる途中に卒業生ですかね、多分酒井先生が見てらした卒業生がいらしてて、すごい仲良くお話になっているのがとても印象的で、いや、なんかやっぱりすごい生徒さんのことをこう一人一人向き合って付き合ってらっしゃる先生なんだろうなっていう印象をすごく持って、やっぱりその生徒さん、やっぱありきというか、そういうことなんですかね、なんですか、先生の醍醐味というか。そうです、なんか、そうです、僕ら結局、なんだろう、生徒と関わってるから生きてられるみたいなとこってあるかな。例えば、楽器始めて憂鬱なんですよ、やっぱりみんな。こう、夏休み終わってほしくないとか、絶対思うんですよ。なんか思ってるんだけど、まあ、授業をしてるうちにだんだんリズムが戻ってくるとか、そんな感じですかね。なるほど。じゃあなんかそんなやっぱりリアクションの中で、なんかこう自分のリズムが取り戻されるみたいな。そうですよね。そう、それこそのコロナの時ですよ。はい、コロナの時、こう、急に登校停止になって、はい、で、オンラインで生徒の顔を見てただけで、結構自分だけじゃなくて、周りの先生方も明るくなったんですよ。はい、で、今度6月でしたかね、こう生徒が登校した時、やっぱこう、より明るくなって、みんな一緒なんだなと思って、なんかみんなで言ってました。嫌なこともいっぱいあるけど、やっぱ生徒来た方がいいよね、みたいな。なるほど。いや、それはなんか、生徒さんもそうなんでしょうけど、まあ、先生も生徒によってこう生かされるみたいな。そうですよね。いや、めっちゃ素敵ですね。なんか、こういうふうな生徒にな、生徒というか、こういうふうな大人とか卒業後とかになってほしいなとかっていうのは、さっきそれこそキャリア感みたいなところでもありましたけど、うん、なんか、酒井先生の、こう、ご自身での、こう、なんか、コンセプトというか、はいはい、ポリシーというか、あるんですか。なんか、なんだろう、なんかやっぱ生徒には、なんかこう、自立って言葉もよくないんかな。まあ自立なんですけど、なんかこう、自分も周りも幸せにできるような人として生きてほしいなみたいな。こう自分で切り開いていってほしいんですけど、こう与えてもらって幸せとかじゃなくて、なんか自分で、なんか自分も周りも幸せにできるような人生に、を送れる人になってほしいなと思います。なるほど。いや、難しいな。なんか、そのためには何が必要なんですかね、自分で、その、幸せになる。自分も他人も、周囲も幸せになるって。なんか、一つはやっぱり、なんか自分の したいこととか、なんだろう、自分の居場所とか活躍できる場とか、なんかそんなものがあるっていうこと。もう一つはなんかこう、物事の受け止め方とか、なんか意外とそういうところに鍵があるのかなみたいなこと。うん、あと三つ目は、なんだろうな。あとはやっぱなんか、なんだろう。物事の受け止めと、
そうですね。そういうなんか自分自身もなんか持ってるってことと、うん、あとは感謝と思ったんですけど、感謝は受け止めに含まれるかなみたいな、そんな感じですかね。なるほど。その受け止め方ってもう少し伺ってもいいですか。どういうことですか。ああ、なんか例えばこう何かが起こった時に、なんか失敗みたいなことがあったと仮にした時に、なんかそれはもう失敗したらあかんわと受け取るか、なんか学びがあったと受け取るかって結構違うと思うんですよね。なるほど。確かに。そうですね。なんか失敗と思うか学びがあったと思うかとか、なんか嫌なことがあった時に、それを何って嫌と思うか、なんかそうでないふうに受け取るかとか。うん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 、それは高度ですね。なかなかできないな。なかなかできないです。いやー、そういうトレーニングって本当難しいですよね。難しいですよね。いやでも確かに受け止め方一つで全然違いますもんね。事象が。なるほどな。そういうのって、それこそ担任を持っているとワンオンワンで生徒さんと話ができたりとかっていうのが、やっぱり、はい、格段に増えるんですよね、きっとコミュニケーションの量が。ああ、それはそうですね、間違いなく。うん、そうですよね。うん、いやー、それは確かにな、単にやりたいですね。なるほど。ちなみになんかこう、教員人生で、めちゃくちゃ嬉しかったこととかって、なんかあったりするんですか？ああ、そうなんか、そうです。なんか、なんだろう、確かにいっぱいありますけど。はい。なんだろう、一番か。それこそ、前の学校から今の宇治に移るときに、ちょうどまあ、中1から高3まで担任で6年間上がってきて移動だったんで、結構綺麗は綺麗やったんですよ。はい、で、もう生徒にもその移動することは卒業の前に伝えたんですけど、前の日に伝えたのかな。そしたら、卒業式の日に、その、なんか生徒がまあ、自分用の卒業アルバムを作ってくれたんですけど、その時に途中でいろんな理由で進路変更した子とか、はい、やっぱ どうしても6年上がるといるんです。なんか、その子らもなんか書いてくれて、学校来てくれてたんですよね。なんか、あんなんてすごく嬉しかったですね。いやー、いいですね。いやー、なんか、いいですね。なんか、モチベートされますね、やっぱそういう。そうですね。めっちゃいいな。いやー、やっぱ人の人生、にやっぱそれだけ強く関与するってなんかなかなかない仕事ですよね。確かにそうですよね。すごい。いやなんかそれこそ例えば小売で何か物を売るとかもその愛情を持って物を売ってそのお客さんに喜んでもらうとかってあると思うんですけど、あとはいえやっぱりそのある日常を何かこう彩る何かだったりするっていうのはそれはそれで尊いと思うんですけど、やっぱりなんかもう人生におけるなんかやっぱ決定的な時間ですよね、高校生とか中学生って。いや永遠にその職である以上そこに立ち会えるってちょっと羨ましすぎる。確かに。自分もずっと若いみたいなことってあるんですか、それって。なんか10代の気分みたいな、さすがにそれはないんですか。若いつもりではいるって感じですかね。いや、そうですよね。なんか、自分もその気持ちでいられたら、なんて人生、何回10代できてんだろう、みたいな。確かに。ずるくないですか、それ。いやー、なるほど。いやー、ありがとうございます。いやー、ちょっとそろそろ時間が迫ってきて、いろいろお話を、はい、伺って楽しい、時間があっという間っていう感じなんですけど、ちょっと最後にお伺いしたいのは、現在の酒井先生にとって、一番なんかこう、チャレンジしている、次のネクストチャレンジみたいなのって、なんかご自身の中であったりするんでしょうか。なんか多分、今まさにそれを、なんだろう、悩んでるところ、考えてるところかもしれません。あ、どういうことですか、それは。なんかね、なんかやっぱこう、事業作りとかを、なんかもっと極めたいっていうなんかそこの本堂の部分の思いもすごくあるんですよ。なるほど。
で一方でその、はい、まさに WWL とか探究じゃないんですけど、なんか学校のネットワークとかをより広げて作ったりして、より良いなんか教育にしていきたいみたいな思いとかもあって、うん、なんかこう、なんだろう、そうですね、今の自分のネクストチャレンジ一番どこだろうっていうのを、なんか去年ぐらいからいろいろ考え出して今に至ってるって感じです。そうなんですね。それやっぱり大きく2つのその授業を作り込んでいく、極めていくっていうのと、あのいわゆる新しい学びとかいろんなつながりを作っていくみたいな、まあ大きく分けるとやっぱりそういう2方向があるっていう感じなんですか。うんうん、そうですね。なるほど。そのなんかつながりを作るっていう方向感は、まあ、あの私もいろいろご一緒させていただいているので、あのなんとなくイメージつくんですけど、その授業作りを極めていくっていうことって、あの私みたいにその先生じゃない人からするとかなり想像がつきづらいんですけど、うんうんうん、なんかそれはこうやはり到達できない何かがあるんですか、そのゴールみたいなのないんですか。あ、なんかもうなんかすごい純粋になんかもっとより良い授業にしたいっていうとこ。あ、なるほど。なんか例えばそのさっきの数学の話なんかでも、はい、やっぱこうまだまだ探究的とこまでいけてない部分もいっぱいありますしとか、まあ、生徒が数学好きになれてるか、うん、いやまだだなとか、まあ、いろいろあって、なんかこう授業の達人みたいな感じじゃないんですけど、なんかもっといい授業できる先生になりたいなっていう目標はなんか常にあるって感じですかね。いやー、めっちゃ素敵ですし、あの僕が受けたいですそれ。でもなんか、いや、なんか別に他の先生のことをどうこう言うってことはないと思うんですけど、まあ、でもなんかやっぱそれだけこう、なんていうんですか、やっぱ一個一個の授業に向き合ってらっしゃる先生って、すごい、なんかそんなにいるものなんですか？なんか、ごめんなさい。多分なんか結構先生だってみんなその思いは、なんだろう、ある気はします。なるほど。むしろやっぱりそこのプロフェッショナルとしての企画をやってらっしゃるっていうことなんですね。いやー、なんかもうちょっとちゃんとそういうのを受け止めながら授業を受けるべきだったな。いや、それは自分が生徒の時も思いますか。いや、そう考えるとなんかあれですよね、先生がそんだけ悩んで考えられているのに。まあ、そうですよね。それは考えない先生いないですよね。それで生徒と向き合うわけですからね。いやー、そっか。でも、それでもやっぱり何年もずっとやってこられてるわけじゃないですか。それでもなお、まだまだ先はあるって思うわけですよね。極められる部分が。やっぱそうですよね。あの、生徒も変わりますし、なんか、全然到達した気はしないですかね、そこは。それなんかあの今日はうまくいったなとかそういうのがあったりする。あ、それはなんかあります、自分の中では。なるほど。いや、でもそう考えるとそれを一日に何回もやって立ちっぱなしでやってる人って、もうなんか毎日本番のショーがある人たちみたいなことなんですか、それって。もはやなんかまあね、そこまでちゃんと気持ち入れて毎回できてたら、そうです、はい。それは疲れるな。なんか僕はこう一日座ってオンラインミーティングをするとかと。いやいや違う。いやいや、めちゃくちゃ大変ですね。どうやって日々こう、すいません質問続いちゃうんですけど、どうやって日々こうよし今日も頑張ろうって思うんですか。なんだろう、あ、なんか自分の場合は、はい、自転車通勤してるんですけど、はい、結構上りなんですよ。あ、行きしがねんで学校行くとき。でも学校行くの嫌になるんですよ、しんどいし。でもなんかそこ登り切って学校着いたらもうやるしかないみたいな。おー、ところじゃ家庭でスイッチガーって入れてくるんですね。いや、すごいな。やっぱそういう、こう、あれなんですね。きっとマイウェイがそれぞれの先生にとあるんでしょ。多分。気合を入れる何かが。いや、そうっすよね。そういうのないと。毎回毎回すごいですよね、使っている多分パワーが。いやー、なるほど。いや、めちゃくちゃ勉強になりました。いやいやいや。いや、もう本当にますます先生の尊敬が増えていくばっかりなんですけど。
はい、すみません、坂井先生、もういっぱいお話伺っちゃったんですけど、どうでしたか、ちょっとお話させていただいていて。あ、なんか自分自身、なんかいろいろ聞いていただいて、なんだろう、まあ、いろんなことを思い出したりとかして、なんか自分の思いを確認できた気がします。あ、俺ってこんなこと考えてたんだみたいな感じ。あ、いや、自分で言うなって感じですけど。いやいやいや、もう本当にこちら貴重なお話を聞いていたばかりですが、そう思っていただけて本当感謝です。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとあっという間ではあるんですけれども、ちょっとこれにて収録を終わらせていただこうかなというふうに思います。はい、ではインスパイハイラジオ第6回にご登場くださったのは、立命館宇治中学校高等学校の坂井純平先生でございました。坂井先生、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。では皆さん、またインスパイアラジオでお会いしましょう。探究学習、キャリア教育、SDGs 学習でお悩みの先生へ。世界中の想像力と10代をつなぐエドテックプログラム、インスパイアハイ。国籍も仕事も世代も違うガイドたちがあなたの教室にインスピレーションをお届けします。例えば、台湾のデジタル大臣のオードリー・タンさん。We are changing the world right now. 詩人の谷川俊太郎さん。意味よりも美しいの方が大事な場合がありますね、詩の場合には。国連職員の高橋直子さん。ただ、21世紀の戦争はもうそういう構想にはなっていなくて。タレントの渡辺直美さん。でも、そのネガティブな自分を弾くんじゃなくて、世界とつながる探究的な学びを手軽に教室で。詳しくはインスパイアハイで検索してください。